日本列島、古代の風が今も吹き抜ける地。ここには神秘に包まれた縄文時代があり、その文化の痕跡が未だに私たちの想像をかきたててやまない。縄文時代はその独自の美と謎に満ちた生活様式で、今も多くの人々を魅了している。この時代の神秘性は科学的な探求心をさらに煽り、新たな事実が次々と明らかにされている。しかし、この土地が秘める物語はこれまでの考えを覆すものかもしれない。最新の遺伝学的研究が日本人の祖先についての一般的な理解に革命をもたらす可能性があるのだ。3200人の現代日本人の DNA が語る未知なる第三の祖先グループの発見。これまで語られてきた2つの祖先グループだけではなく、新たに浮かび上がる第三の影が日本の歴史の新たな一章を紡ぎ始めている。今回のエピソードでは、この驚くべき発見を掘り下げ、日本人のルーツに隠された真実を追い求める旅に出よう。まずはじめに、縄文時代と弥生時代がどのような時代だったのかを振り返ってみよう。長い歴史の中で日本列島に息吹を吹き込んできたのは、縄文時代と弥生時代の2つの文化である。これらの時代はそれぞれが日本の歴史に独自の色を加え、現代に至るまで多大な影響を与え続けている。日本列島の古代史における2つの重要な時代、縄文時代と弥生時代は、それぞれが日本の歴史に独自の色を加え、現代に至るまで深い影響を与え続けている。縄文時代は約1万5千年前に始まり、約3000年前まで続いた。この期間、縄文人は日本列島各地に広がり、主に狩猟、採集、そして漁業によって生計を立てていた。彼らの生活は自然環境に深く依存しており、季節の変動に応じて移動する半定住的な生活様式をとっていたと推測される。縄文土器はその名が示す通り、縄の模様をつけた美しい土器で知られ、これらは日常生活だけでなく儀式用としても使用された可能性がある。縄文人の遺伝的特性は、長い孤立期を経て他の大陸の集団と異なる独自の進化を遂げ、その痕跡は現代の日本人にも見られる。弥生時代は紀元前900年頃から紀元後300年頃にかけての時期で、この時代には朝鮮半島および中国大陸からの技術や文化が大量に流入していた。この時代の最大の特徴は稲作の導入であり、それによって日本の農業が大きく変化し、人々の生活様式が根本的に変わっていた。稲作を中心とした農耕社会の形成は定住生活を促し、より大規模で組織的な社会構造の発展を促していた。また鉄器の使用や高度な土木技術もこの時期に導入され、これらの技術革新が日本列島全体の社会や政治体制に大きな影響を与えていたと考えられる。縄文時代と弥生時代は日本の文化的遺伝的風景を形成する上で互いに異なるが深い影響を与えた2つの重要な時代である。縄文時代の人々が築いた自然との調和は、日本人特有の自然観や宗教観に影響を与え、弥生時代の技術革新と社会構造の変化は後の国家形成や社会システムの基礎を形成している。これらの時代を通じて形成された文化的要素は、現代日本人のアイデンティティと独自性の源泉となっている。日本列島の古代史を解明するための最新の遺伝学的研究が歴史の新章を切り開いている。この研究では3200人の現代日本人の DNA が解析され、従来の縄文時代と弥生時代の祖先グループに加えて、全く新しい第三の祖先グループが明らかにされた。この神秘的な第三の祖先グループは、日本列島内部やその近隣地域からの影響を受けている可能性がある。さらにこれまで考えられていなかった地域、例えば南アジア、東南アジア、シベリア、あるいはポリネシアからの影響も考えられる。このグループは日本に農業技術、工芸、
言語、その他の社会的慣習をもたらしたかもしれない。この新たな祖先グループがもたらした文化的および技術的要素は、日本の伝統的な文化にどのように組み込まれていったのか、またそれがどのように現代の日本社会に影響を与え続けているのかを理解するための鍵となる。彼らの影響は縄文時代の末期から弥生時代にかけて特に顕著であった可能性があり、日本列島の文化的景観を形成する上で重要な役割を果たしたと推測される。第三の祖先グループが日本にどの時期にどのような影響を与えたのかは、今後の重要な研究課題となる。このグループの活動が縄文時代や弥生時代のどの段階で重要になったのか、そしてその遺伝的および文化的特徴が現代の日本人にどのように受け継がれているのかを解明することが求められる。このように第三の祖先グループの発見は、日本の古代史に新たな光を投げかけ、遺伝学的研究によって得られた洞察が歴史的記録の再解釈を促す可能性を持っている。この発見は日本だけでなく、広範な東アジア地域の人々の遺伝的な歴史と文化的交流に関する理解を深めることに貢献するだろう。新しい祖先グループの発見は、日本の歴史に対する理解を根本から変える可能性を秘めている。これまでの歴史の教科書では、日本人の祖先は主に縄文人と弥生人に由来するとされていた。しかし、この第三の祖先グループが明らかになることで、教科書の記述も変更を迫られるかもしれない。新たな祖先グループの発見は、教育カリキュラムにおいても重要な変化をもたらすだろう。具体的には、縄文時代と弥生時代の間、あるいはそれ以前に、どのような人々が日本列島に影響を与えていたのかについて、新しい章が追加されることになる。この情報は、学生たちにより複雑でダイナミックな日本の史観を提供し、多文化交流が歴史に与えた影響について理解を深める機会を与える。この新しい発見が縄文時代と弥生時代の理解にどのように組み込まれるかは、考古学や遺伝学の研究によってさらに明らかにされるだろう。例えば、縄文時代の人々がもたらした遺伝的特徴と新しい祖先グループからの影響がどのように混じり合っているかを明らかにすることができる。また、弥生時代の文化的革新がこの新しいグループによってどの程度影響を受けていたかも再評価されるかもしれない。科学的な発見が新たな歴史的解釈を生み出し、教育の内容を更新するプロセスは、日本だけでなく世界中の歴史教育においても見られる現象である。これにより、より包括的で正確な歴史の理解が進むと同時に、未来の世代が自国の過去をどのように認識し学ぶかにも大きな影響を与えることになる。新しい祖先グループの発見が示すのは、歴史は常に発展し続ける生きた学問であるということだ。この物語の終わりに近づいても、我々の旅はまだ終わりではない。古代日本が抱える謎は、新たな発見が我々をさらに遠い過去へと誘う。3200人の現代日本人の DNA から明らかになった第三の祖先グループは、単に歴史の1ページを埋めるのではなく、私たちのルーツに新たな深みを加え、日本の古代史に新しい光を投げかけている。今回の発見が示したのは、歴史が単なる過去の記録ではなく、現在に息づく生きた物語であるということである。縄文時代の森で響いた一つ一つの足音、弥生時代の田んぼに落ちた一粒の種、これらすべてが連綿と続く時間のリレーの中で、私たちの今を形作っている。私たちがこの動画を通じて探求した古代のミステリーは、遺伝学的な証拠によって新たな視点を提供している。しかし、これで全てが解明されたわけではない。まだ解き明かされていない多くの謎が残されており、それが未来の探求者たちを新たな冒険へと導くだろう。皆さんもこの旅の一部として、私たちと一緒に歴史のページをめくり続けてほしい。日本の古代からの風は、今も私たちの心をかきたて、
知識の境界を広げ、未来へと進む勇気を与えてくれるからである。